2章17節ということで、今年度の御言葉、それと同じように信仰ももし行わなかったらそれだけでは死んだものですという、ここからお話をしたいと思いますけれども、これはガリラヤ湖畔でパウロ牧師が語られている言葉ですけども、パウロ牧師を通して語られている言葉ですけども、パウロ牧師がハルマゲドンに行った時に名句に語られたということだったんですね。で、14節から見てみますと、そのそれと同じようにって17節書いてあるの、それと同じようにってことは14節から受けてるんですけども、14節から見ると、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰はその人を救うことができるでしょうかと。いくら信仰があると言ってもその信仰に行いがなかったら何の役にも立たないと。で、実際のこと書いてあって、15節、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、ね、食べるものがなかったり着るものがない時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かいなり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうと。まあ、個人の子供たちにね、いくら、声をかけたとしても、実際食べるものを与え、まあ、個人の場合は住むところを用意し、着るものを与えなければ、いくら愛を説いても力がないわけですね。同じように信じているならその信じているものとして その行いをなしなさいということなんですね。で、信仰っていうのは、だから信仰っていうのは信じることなんですけど、信じることは同時にその信じたことの結果としての行動を伴うってことですね。これをね、覚えてほしい。それがあるときに生きた神様の働きを見れるけど、その信じているのから信じたものとしての行動がないなら、行いがないなら、それは死んだものだって書いてあるんです。行いをするってことを意味するわけじゃありません。もちろん信じて行動したとき、結果として立派なお金になることはあるでしょうけどもね。そうなんですね。で、愛も一緒でね、愛っていくら言ってもですね、それは愛ちゃんのことであってですね、愛っていうのは本来名詞ではない、動詞なんです。愛するって言語ではね、言語では動詞なんですね。愛するってね、だから信仰も信仰するっていうかね、信仰を用いるってことがすごく大事ですね。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で、まあ、実際ではどういうことかというと、まあ、パウロ牧師は5つの面から言われたんですね、信仰ということでね。まずそれは祈ることであるとね。確かに祈ること自体が信仰です。で、2つ目は感謝することであると。で、感謝をしていたら、ただ感謝だけじゃなくて、本当に感謝をしたら、その最悪と思えることでも、その向こうに素晴らしい神の計画があることは、それを告白して神ご自身を褒めたたえる、まあ、賛美に導かれていくんですね。そして悔い改めることが必要ですね。そういうようなことを土台として、去年与えられたその神の言葉が下ったっていう言葉で、その与えられた言葉に聞き従っていく、そしてそのことを告白していく、神の、ね、約束か神様の言葉を告白していく、この告白が大事ですね。この面だから、感謝、じゃあすいません、祈り感謝悔い改め聞き従い告白っていうね、この5つのことを、まあ、ちょっと言われたんですね。まあ、御子新聞に書かれていますから、読みになっておりますけども、で、今日はこの事柄がね、含まれているところがあるんですね。それは大歴代史の20章です。で、これはいつも賛美隊の話としてしますけども、今日はこの信仰という面で、信仰を具体的に用いるという面で、大歴代史の20章を見てみたいと思います。一番最初に祈るってことにね、ちょっとポイントを置きつつ、大歴代史の20章を見ていきたいと思いますね。大歴代史の20章はこちらに出ますけれども、開かれる方は新旧約聖書の第3版だと761ページ、第2版だと696か7だと思います。お読みしたいと思いますね。大歴代史20章1節から、この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテと戦おうとして攻めてきたと。モアブ人とアモン人がヨシャバテ、ユダのところにやってくるわけです。大軍なんですね。次が2節、そこで人々が来てヨシパテにつけていった、海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは旗と演芸に来ています。これは何かあったら、もう大軍がやってきて、とても勝ち目がないということなんです。ヨシパテはこのままだったら、もう明日にも大軍が来たら絶滅されて殺されてしまうだろうという状況だったんですね。そこで3節、ヨシパテは恐れて、ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を報告したと。で、ヨシャバテは当然恐れたわけですね。で、私たちも今敵軍の大軍が来てないかもしれませんけど、恐れるわけですね。まあ、トランプさんが大統領になってですね、すごく今大統領になった瞬間なんか物静かにしておりますけども、しかし分からないですよね。その、アメリカファーストですね、アメリカの国益を第一に考えるということで、今までそのいろんな影響を受けたところがその恐れてますけれども、
恐れた時に人はどうするかと、今度ヨセバテは主のところに行ったわけですね。主のところに行って断食して、これダイエットのためじゃありません、これは本当に神にすがるために断食したわけですね。でユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。主の助けを求め、すなわちユダのすべての町々から人々ができて主を求めた。主を求めたわけですね。神様どうか助けてくださいと信玄を言った、ね、で私たちが困った時、あるいは本当に助けが必要な時、何とかしてほしい時、どこに行くかなんですね。例えば、外国人の方が来られます、ね、今日この後インターナショナルサービスがたくさん来られますね。その時に自分から住んでニコニコっと笑ってね、払おうとかね、ファミユーって言ったらいいんですけども、日本人はあんまり得意じゃありませんね。で、まあ、新しい人が来たりしたらね、どうするかというとね、ジョイ牧師、ジョイ牧師とこうジョイ牧師呼ぶわけですね。でジョイ牧師がですね、やってくるわけですね。そして言うわけですね、ベラベラベラっと英語で喋るわけですね。だから堺牧師、堺牧師というと堺牧師やってきて英語で倒してくださるわけですね。でその時には飲み合わせは私は呼ばれません。だから何かというと、そうなんですよね。その人に、でも逆に祈りが必要な時にはね、飲み牧師祈ってくださいとか言うわけですよね。電話すればきっと祈ってくるし、祈られたらきっと神が働くと思うからですね。でそのことに関して本当に何とかしてくれる、何とかなると思う人のところに行くわけですよね。だからこの本当に私たちが困った時、必要な時、求める時、どこに行くかっていうのは、実はそのこと行くこと自体、だから神のところに行く時は神様が何とかしてくれると思ってるってことなんですね。だから祈ること自体が信仰の表れなんです。でも祈ること自体がすごく大事なんです。私はだからもっと主のところに求めに願いに行くべきなんですね。困った時にすぐ電話機に行く人、困った時すぐ iPhone を触ってメールを送り LINE をする人、ね、人々に連絡することは悪いとは言いません。しかしまず神様なんですよね。でこのでヨシャバテは本当にこうね、戦いが目の前でも絶対絶命の時にまず主のところに行った。しかも自分だけじゃなくて民を全員そこに導いた。で2節から6節からずっと祈りが出てるんですけども、13節まで、12節までそれが書いてあります。で13節を見るとユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたって書いてあるから、幼子や子供たちまで一緒にいるわけですね。つまり幼子や子供たちでも分かるぐらいピンチになっていた。で幼子や子供たちが断食したのか分からないけど断食した可能性がある。でこうみんなで神様に向かって叱ったわけですね。その時主は答えてくださったんですね。よくね、困った時にね、本当に教会に来て真剣に寄ってね、神の技を見る人がいます。先週も若い男の子がいました。随分前にはですね、ストーンフィールドっていう人がいましてね、どこにも行けなくて教会に来て断食しのったらね、いろいろ道が開かれた。やっぱり本当に困った時主に使うんですね。でもその後が問題ですよね。で主のところに来る、祈るっていうこと自体が信仰のあれなんです。もっと私たちは主により頼み、もっと主に求めていいんですね。それをぜひ覚えてほしいというふうに思います。それが一つ目。そして二つ目に行くと、今度はですね、その本当に神により頼んでヨシャバテたちが行くと、神様は言葉を与えられます。14節で、時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビとヤハジエルって人にね、臨んだと。彼はマタネの子、イエルの子、ベナイの子で、カレの子であると。なんかカタカナの早口言葉みたいですけども、ね、これ、ヤハジエルという人に臨んだわけですね。で、神様からの答え、言葉が来るわけです。で、神様はこの言うわけですね。ユダのすべての人々とエルサレムの住民を呼び、ヨシャバテをよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこの人たちの国に恐れてはならない、境地してはならない。この戦いはあなた方の間では神の戦いであるからと。彼らはおそらく怯えていた、恐れていた、がっかりしていた、もう負けると。ところが神様は、いや恐れることはない、気落ちしなくていいと、この戦いはあなた方じゃなくて私の戦いなんだと、神の戦いなんだと。で皆さんが今直面している問題とか困難に関して、落ち込んだり恐れたりしないでいいんですね。私たちには神がついておられて、神が戦ってくださるんですね。これはすごい力強いですね。神様が私の代わりに戦ってくださる。病気と戦い、経済と戦い、人々と戦い、神が私の盾となって戦ってくださるってね、これクリスチャンの醍醐味ですけども。で指示が来る。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはついつの登り地から登ってくる。あなた方はエールの荒野の前の谷で彼に会うと。明日攻め下れ、
どこに行け、その後は予告ですね、こういうことが起こるよって。でこの戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立っておかずに、これしっかり立っておかずによって何もしなくていいってみたいな、神様の言葉を信じて、神が共に戦ってくださることを信じて行けって言ってるんですね。間違えてほしくないのは、戦うしっかり立っておかずによっていうのは神の言葉を信頼しろってことで、何もしなくていいってことじゃない、ね、神が戦ってくださる、寝てよってことじゃない、神が戦ってくださるから、だから恐れずに行きなさいと。賛美隊もそうですね、あなたは賛美隊に耐えたから、こう賛美してるだけで外に出て行って賛美するときに、ね、神が伴ってくださるから働くんですね。で新年度が始まりましたけど、さっき賛美しました OSGOSG の方がなかなか行かないんですよね。 ですけども S の方は行く。 O と S を比べたらですね、 O の方がはるかにも、あ、すいません、 O の方がはるかにうまい、申し訳ないけど、 O はですね、もうなんかこう、もうね、年齢を忘れさせる賛美をするわけです、ね、で申し訳ない、 S はそんなにうまくはない、目を閉じるより目を開けてた方がいい、笑顔を見ながら聞いてる方が。ところがですね、 S はですね、島原の方はですね、出て行ったわけですね。援軍も来ましてですね、チーム36という援軍が来まして、それで久留米や、ね、まさか久留米から、久留米と思ったら久留米からも来ましたし、こっちは何だっけ、大牟田の方からも来ましてね、それで本当にこう祝福されて、で出て行ったわけですね。で正直私はちょっと心配もしたんですけども、非常に祝福されたんでね、2回目にして交通費をもらいましてね、それ3回目から CD を売り始めましてですね、である時なんかはですね、チーム36の一人の人がですね、こう帰らないでと言われてですね、生まれて初めてじゃないかと思うんですけども、それ以来もなんかその人はその島原ゴスペルクラブともに行くことがですね、なんか使命飯だということを感じられましてね本当に持ち上げてるんです、真面目に。面白いなと思うのは、行ったんですよね。でこの前ね、その久留米からの人は、久留米に牧師が行ったからもう来なくなって、で大牟田の人もちょうど正解とぶつかっちゃったら来れないってことだったんで、まあ3人しかいないと思ったら、そのまさに島原半島からね、有江の方から、あれって感じでね、来て4人になったわけですね。それででも大丈夫かなと思ってちょっと練習をしてもらって聞いたらですね、よかったんですよ、お世辞じゃなくて。私は正直心配してたんで、ちょっと厳しくてもちょっときちっと言って本番に備えようと思ってね、もう今嫌われても本番の時では大事だからと思って思ってたら、よかったんですよ、びっくりしました。行ったからですよね。それによく行って本当にダメだ、失敗したと思っても神が働いてて、と思うことはしばしば起こる。なぜかというとね、神様としっかり神様が賛美隊を立てるという言葉に立って出ていく時に、主は出ていくというかね、その言葉に応答する時に神が働くんですね。でこの時もしっかり立っておかずによって何もするなってことじゃなくて、神の言葉に立って明日出ていけって言ったで、あなた方と共に主の救いを見よう、主が助けてくださってから行きなさい、ユダをベルサレムを恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって信じよう、主はあなた方と共にと、明日行けば主が共にいて、主が救いをしてくださって共にいるよって言ったの。大宣教命と似てるんですよ。天においても地において一切の権は私が持ってるから、行って行きなさいと、あらゆる国の人々を弟子としなさいと、主がいつも共にいると書いてあるでしょ。だからね、これ私たちはね、この言われたの でその言葉に従って祈ってたら、そうやって神が言われたので、今度はその方は聞いた時に、このヨシャバテはどうしたかというと、18節で、それでヨシャバテは地にひれ伏した、へーってひれ下って、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。本当にひれ下って主を礼拝して、キャハテとコラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美したと書いてあるね。その言葉を本当に受け取って、ありがとうございましたって賛美したわけですよね。喜びの声を上げた、感謝とともに喜びの声を上げた、ね、そして実際賛美隊が出ていくんですけど、その時の言葉が二節に書いてあって、主に感謝せよ、その恵みをとこしまいって書いてあるから、感謝を一つ賛美したわけですよね。二つ目でしょう、感謝一つ賛美してるんです ね。そしてね、しかもね、20節を見ると、その言葉が来た次の日、こうして彼らは翌朝早く、翌朝早くに目を留めておいてください。アブラハムがイサクを下げろと言われた時も翌朝早くでした。ペテロもヨハネもすぐに従いました。ここ大事なところなんですね。神に言われたら、神様がどうかを確認するのは慎重にしっかりやってください。神だと分かったらすぐに行く。で今回もそのね、 OSG の S ですね、島原ゴスペルクラブは大牟田からも来れないし大丈夫かなと思ったんですけどですね、
ね、まあ、主に聞いてやってくださいって言ったら、岡田、ね、初歩牧師はですね、強気なんですね。いやもう行きますってことね。祈ったら神に示されたみたいで行きますって言ったら、タスクスケットが来たわけですね。ヤングヒロシって言うんですけどね、来て、そして行くことになったので、まあ、こう楽しみですけどね。で、何かというと、すぐね、もうすぐ落とすこと大事なの。神だと確認できたらですよ。神かどうかは慎重にしないといけませんよ。あ、間違いないですよ。でも神様だと分かったら、もうすぐに従うこと。で、彼は翌朝早くテコアのアロエ出陣したん。言われた通り、言われた場所へ出て、この段階でまだ何も変わってないんですよ。人間的に言ったら敵がどんどん来てるわけだから、出て行ったらやられるだけじゃないですかね。でも主が言われる通り出て行ったん。しかも出て行った時にヨシャバテは立ち上がって言うわけですね。ユダおよびエルサレムの住民よ、私のこと来なさい、みんな聞いてくれ、あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい、神様を信じて忠誠を示せ、その預言者を信じ勝利をなさい、預言者は言った通り必ず勝つから、その勝利を得ようって言いなさいって言ったん。だから勝てるぞって、で勝利が来るんだ、それを受けようって言ったわけですね。でも何も変わってないんですよ。繰り返します。皆さんこの後のことを知ってるから、ね、安心して読んでるけど、ありえないことを言ったわけですね。でも神の言葉しかないのに、その神の言葉を信じて勝利やなさいって言ったわけですね。神の言葉に対するすごい信頼であります。で、ファミリーホームを作るとき我々やりましたよね。神様ありがとうございますってね。で、人から見たら愚かに見えたと思うけど、神はそれを見ておられて、ファミリーホームはできてしまったわけです。素晴らしいですよね。で、今年100倍の祝福を受けます。その100倍を受けないものはありませんだから、ありませんだ、二重否定だから、これ強調の時ですね。みんな100倍を受けるってことでしょ。やりましょうかね。あなたも100倍を受ける、私も100倍を受ける、長崎はみんな100倍を受ける、ハレルヤってね。最後までやり続ける人は受けますねまあでもみんな受けるだから、捧げた人は必ず受けます。では素晴らしいなと思うんですけども、でも今見たよね、そうやって言ったらね、バカに見えると思うんですよね。言葉に立ってない人は。でもこれ言葉を信じてる人にとってはまさに、でこの時ヨシャバたちは敵軍が目の前にいるのに喜びの声を上げて、呼んできて死んじゃなさいって言って、そして民と相談して死に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命したと。彼らが武装した者まで出て行ってこう歌うためであった、主に関してはその身がとこしえまで。つまり告白したわけですね。勝利をなさいって声に出して告白した。口だけじゃなくて実際に相談して、そうだ、もう神が勝たせてくださったんだから、まず最初に賛美歌を歌ってよう。これはもう勝ったという前提なんですよ。やけくそでやってるわけじゃない。勝ったという前提で、まず神様を礼拝し賛美することが大事だということで賛美歌を歌えたわけですよね。だから口だけじゃなくて告白もしてるし、信じたところに立って進んでるんです。行動してるんですよね。そして、ああ、新幹線の目が徳島へってこう大声を上げて、喜びの声で賛美の声を上げたときに、福音が出てきた。今年の朝、今日は福音たくさん見ましょうね。ね、福音 A、福音 B、福音 C、福音1、福音2、福音3、福音 E、福音ロ、福音ハとかね、福音アルファ、福音 Z とかね、福音 A、福音 B、福音 C とかね、いろんな福音を見たいと思います。本当に福音が出てきて、帝軍をやっつけてくれ、そして王子が始まって全滅したって書いてあるんですね。で、彼らが賛美の声を上げた時に福音が出てきてやっつけてくれて、その時同士打ちして、結局ヨシャバテの軍は一発の弾も一本の槍も使わず、誰一人負傷者は出ず、敵は全滅した。すごいところですよ。これが与えられてるってのはすごいですよね。で、この賛美隊の通しなんです。でも賛美隊を通してこれが起こる前に何があった？祈りから始まったんですよね。祈りから始まった。断食のようですね。Too much fasting. Again ですね。くふってますね。でも神様にこう本当に祈った時に言葉が来て、彼らが信じて喜び感謝をして、喜びの声、賛美の声を上げて、そして主の言った通り出て行って、神の勝利を告白して、そして告白したことを信じて、賛美隊を前に出してやった時に見事に敵は打ち回された。どうなったかというと、彼らは全滅して根絶やしされたから分土に行ったわけですよね。で、24節が分土のことが書いてありますけども、25節のヨシャバテとその民が分土にしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これ追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとしたと。
あまりにも多かったので彼らはその分3日かかったと。3日かかるほど分取りがあった。みんなで取って、でみんなにとっても十分すぎるぐらい敵は大軍だったからあったわけですね。すごいですね。もうね、だからね、これ、ね、F 管付きトロンボーンとかね、だからなんだっけ、クライネットでしたっけね、あの バスクライネットとかですね、いつもね、ある方が言うんですね、バスクライネット高いんだとか言ってね、何十万とか言うんですけどね、まあ、高価な器具で書いてあるんです ね。だからね、あのもうなんかデジタル式になったハイビジョン化するためのオンラインのための設備、新街道ですね。で長崎教会の牧師はですね、無料奉仕だから高級取りに変わるわけですね。まあ高級取りというか神の働きのためにたくさんのね境内を回り始めますですね。で何をやりたいかというとね、分取りが来るわけです。これ3日かかったでしょ。3日かかる分取りで4日目にベラカの谷に集まって喜びの声を上げたとね。なんで3日かかったってね、いろんなものを見っからなかったのかねっていう ね。で4日目に良かったって4日だったかもしれませんが、しかしあの分取ったわけです。すごいなと思うのは、信仰を用いたら絶対絶命で全滅するはずが完全な勝利、圧倒的勝利でしょ。ひたすら分取るんですよね。しかも3日かかる、4日目にやっとお休めるぐらいの分取りをしたという、これが神の信仰を通して見る神の栄光です。皆さん見てるでしょうかね。で今年は100倍のものを受けるから、神様はこういう分取りを私たちに与えてくださるんです。そのためにはでも信仰を用いること、だから祈りから始まる、祈りから始まって、あの感謝をし、喜びの賛美の声を上げ、必要なことにはきちんと悔い改めをし、そして死のおっしゃったことに従って、き従っていき、告白をしながら信仰に立った行いをなしていくということですね。これどうぞね、あの覚えておいてほしいというふうに思います。その時に神の栄光を見るということをね、しててください。まあ午後の礼拝ではね、ちょっと御言葉オンリーでやってみようと思って御言葉から話しましたよね。証はいろいろあるんですけども、まあ、先週ね大村に行ったんですね。大村に行って癒しのために祈ったら、祈ったら鼻水が出た人がね、鼻水止まって、でなんか帰ってから完全に止まったんですよね。でメールをくださった。よくね大村ではね癒されるんですね。その後ねジョイ牧師にメールが来るんですよね。でそれはいいことだと思います。そしたらそれは木原さんではありません、キリストですってこうちゃんと言ってくださるからですね。 100% その通りです。これはと大事なことなんですけどね、人に絶対誤解しちゃいけないですね。誰されさんを通してとか言うけど、それもやめまった方がいい。もうイエス・キリストに返せばいい、キリストがなされたから。それはね、それをしていくと、徹底してキリストに返していくと神の栄光を現れ続けますけど、人に少しでも生きると止まりますので、だからこれね気をつけない。でもう一人の人は膝が痛かったんですけど、本当に歩けるようになってですね、で今日もまたね一人の人は膝が痛くて祈ってたら、朝ね礼拝で、で普通そんな普通に手を置いて、普通に真剣に祈りましたけども、普通に祈って終わったら、なんかバイオリンのコードの時には元気になってて、セミナーしてる時はなんかもうえらい熱くなって、もう えらい喜んでおりましてですね、癒されちゃったんですね。 100% 神様ですよね。祈りに行くと主は働くんですね。だからね、でちょっと私意識変えてるんです。こう昔一生懸命言ったんですね、今も一生懸命、今適当に言ってませんよ。ただ意識が違うのは、もう私は頑張らないと、イエス様よろしくお願いしますってね、ここにいらっしゃるイエス様、私に住んでいらっしゃいます、この写真です、どうぞ働いてくださいってね、あなたがことをなしますからって、こう気負わないで心から祈るけど、もう主が出されると、ね、祈るのは私の役割でなして、であとは神がなされると、誰が祈ったか関係ない、主がなされると。信じてますか皆さん。あなたのうちにも私のうちにもイエス様と聖霊がいらっしゃるのです。イエス様は癒しにし、聖霊は癒し主です。手を置けば癒されると書いてあるから、手を置いてイエス様と聖霊様を働いてくだされば治っちゃうんですね。すごく信仰的に絶好調の日もあれば、信仰的に絶不調の日もあるでしょう。朝想定をバッチリして祈り込めた日もあれば、気がついたら朝9時だった人もいるでしょう。しかし聖霊はいらっしゃるし、イエス様もいらっしゃるから、もちろん朝想定した方がいいんですよ、間違いない、誤解しないといけません。何を言いたかったら、ことをなさるのは主だってことを言いたいんですね。だから本当に死に向かって祈り、死に、ね、与えてあげるってことをね、覚えててほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉を語りましたけれども、確かにこの信仰がなければ、行いがなければ死んだものですとおっしゃいました。
私たちは死んだものではなくて生きたものとして、生きた神様の働きを見れるように、信仰の行為、信仰の行いを成していけれるように、大列会社が参りましたけれども、本当に主のところに行って祈り求め願うことはできません。また神様から与えた言葉、神様に対して全てのことを感謝しながら、もう祭典以外なさらない神様を信じて、喜びの声、賛美の声を上げることができるように、主がおっしゃった言葉を信じて従っていくことができるように、示される罪を真実に悔い改めて心を砕かれることができるように、そして与えられた言葉を大胆に告白して、その言葉に立って進むことができるように導いてください。信仰を用いて、信仰を働かせて、恐るべき神の栄光と勝利を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。